食べた。はい、いただきました。いただきました。どうだった俺の差し入れの香水。いや、ちょっと酸っぱかったっすね。なんかそうっすよね。なんか思ってる甘くないかな、うん、あ、そう。はい、まあまあまあね、あの香水ってやっぱ8月の上旬が旬だから。あ、そうなんですか。お、まあ、ちょっと旬からずれてる分やっぱちょっと酸っぱいっていうか、うん、まあ、それこそがなんていうか、香水の水だよ。いや、水って水も甘いもんみたいな言い方で、水っておかしいでしょ。 やったな、矢野さんな。ありましたね、これは。これが言いたかっただけでしょ、これ。エイトの。ちゃんとあのみんな食べてほしくて。本当ですか。本当ですか。じゃあちょっともう一回食べていいですか。うん、食べて。いただきます。いただきますね。やっぱね、うん、体を癒してほしいからさ。うん、どう。やっぱちょっと酸っぱいですね。酸っぱい、うん、はい、それはなんでかっていうと、それが香水の水だよ。勘弁してくれよ。おい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 、何なんだよそれ。何すか。いや、その酸っぱいを水って言うとか分かんないから伝わりにくいでしょ。エイトの香水ですか。 TikTok でバズったから。そうなの。知らんのかい。知らんのかい。酸っぱい。そんなに。いや、酸っぱいですよ。酸っぱいですよ。え、そんなに水。いやいや、もう言い方も言いやすいようにしてるじゃん。スイー、そんなに。なんで近づくんすか。酸っぱいでいいでしょ。おかしいな。でもなんか普通の甘いよね、梨って。梨は甘い。そうですね。普通はそうですね、うん、甘いもんっていっぱいあるじゃん、この世の中に。いっぱいありますよ。ドーナツとかさ。あ、甘いですね。甘いですね。アーモンドチョコとか。甘いですよ。バナナもさ。甘いです、甘いです。この香水は酸っぱいですよ。なんでだよ。ドーナツもアーモンドもバナナも甘いのに、香水は水だよ。うまくはめ込んだな、おい。うまくはめ込んだけど、ちょっと字余りが。やっぱ最後だけ、最後だけ分かんないんですよ。水だけ。水んでしょ、だって。いや、水ってか、酸っぱいんですよ。スイーツだな、じゃあ。いや、スイーツって。そっか、まあそう。確かに。そういう意味じゃないの。スイーツ、スイーツだと、ほとんどの方が酸っぱいになっちゃうから。ごめんごめん、じゃあ、はい、水は用意するから。あ、ちょっとそうですね。水もあるんですか。あ、でも、ちょっと水ってどういう感じだっけ。あ、香水の水だな。いや、もういいよ。もういいよ、本当に。なんだよ、言いたいだけがじゃないですか。水ないくせに。ギターがないからか。そう、ね、でもそれもあるかもしれないですね、ギターないっての。ギターがないからかよ、うん。おかしいな。それは誰のせいですか。香水のせいだよ。あんたのせいだよ。あんただよ。あんたのせいだよ。忘れたんでしょ。なお。なんすか。サコサル食べてね。あれ。なんすか、なんすか。ペロリ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 。ペロリ。コンテンポラリーダンス。ペロリ。発作だよ。発作かい。なんだよ、初めて見たよ、その発作。発作だよ。いいから。どうすんだよ、これ全部片付けなきゃいけないのによ。本当ですよ。ここのわざわざこう会場借りてやってんだよ。はい。乗りたくもない電車乗ってみんなで集まって。そうだよ。どれもこれも誰のせいですか。水のせいだよ。誰の歌だよ。急にリズム変えて水のせいだよ。